はいいよろししくお願いします、えっと、今日はですねちょっと最近、えっと、日本で起こってる、まあ、少しちょっと一風変わった流れっていうのをちょっと紹介したいと思いますでそれっていうのは、まあ、すごい単純でそのうちの会社ってその5年ぐらい前から量子コンピューターやってるんですけどそれまで量子コンピューターをやってなんか生活できるみたいなんってちょっとほとんど多分なかったと思うんですね んで,でかっついうと量子コンピューターっていうコンピューター自体がなくて一体が知れなくて使ってる人もいないしその会社もないしなんかよく分かんないとで実際去年まではそうだったんですけどやはり去年の末にグーグルとかマイクロソフトアマゾンがこぞってニュースを出したんですねで特にアマゾンとマイクロソフトはニュースを出しただけではなくてもう今年から提供するともういつ誰でも使えますとしかももう世界中で 使えますとなので日本だけじゃなくてアメリカでもカナダでもブラジルでも香港だろうがシンガポールだろうがインドだろうがフランスもイギリスもドイツも,もう全員同時に使えますよというのでもう量子コンピューターがなんか急に今年2020年にもう全世界で同時に使われるみたいないう状況になります、はい、でそうなってくるとあの何が起きてるかっていうと。 まあすごい単純なんですけどまあ簡単に言うと量子コンピューターで生活すると <laughs> まあ当たり前なんですけど量子コンピューターこんだけ流行ると量子コンピューターを教えて生活する人が出てくるというのがあの始まり始めてます。でどういうことかっていうと、まあ、量子コンピューター流行ってないといっても まあなんか数年前ぐらいからやっぱりその今のコンピューターと量子コンピューターハイブリッドで使ったりとか新しいアプリケーションとか Python という言語でそのチュートリアルとかたくさん出てるんですねなので実はちょっと量子コンピューター早めに勉強した人たちがいてそういった人たちはもう今年来る Amazon とマイクロソフトの波に乗るのをちょうどもう待ってるという状況になってますでじゃあ一方じゃ誰が学びたいのか っていうことになるんですけど、まあ、実は全世界的に急にこういうので、ね、日本経済新聞とかニュースになると、まあ、必ず企業ですねで個人も将来の,その就職とかその採用とかっていう面でやはり機械学習っていうのはマシンラーニングを覚えてるとすごい給料高いんで量子コンピューターも基本的にはやっぱ人足りないんで給料高めになります。ななんで簡単にに言ううととやはりちょっとその今後伸びそうな分野に 早めに参入して、まあ、きちっとその分野の量子コンピューターっていうところでどうアプリケーションを活用していけばいいかとかどういった市場の状況になってるかっていうのを、まあ、それをですね、まあ、教えたいっていうでそれを仕事にしたいで一方、まあ、学びたいこれから仕事にしたいという人たちが確実に今いますなので、まあ、そういったのをですねじゃあどうすればいいかといいんですけど実は全世界に このきちっと量子コンピューターを多分教えられる企業っていうのは今多分2 3 0社ぐらいですかね、まあ、ちょっとずつ増えてますけど、まあ、それでもやっぱりあの実際に話してみるとまあ全然で緒じなかったりまだまだこれからっていうところなんで,で実際得とくするのに結構時間かかるんでそのやはりちょっとすぐには育たないと。 でそうなってくるとどうすればいいかっていうと、まあ、その分野ごとにまずやはりちょっと学んでもらってその全部いきなり全部勉強するのは無理,無理なんですけどその細かいところから順番に学んでいくあとはその発表されたツールを使うですねであとはもう今すでに準備されたあのチュートリアルとか練習問題とかですねそういったものを使ってやると。で特にえっとその 昨年ですかね5月にインプレスさんが出したあの一番優しい量子コンピューターの教本というのを書いて出させていただいたんですけど、まあ、そこに乗っかっているチュートリアルがですね、まあ、意外と評判が良くて、まあ、簡単に言うともう量子コンピューターすぐ始めたい人は、まあ、本読んでインストールして始めればいいんですごく分かりやすいということをいただきましてやっぱりあの勉強したいどう始めていいか分からないというので、まあ、本があったりとかすると非常に楽ですね。 で今後も本はどん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 出ると思います量子コンピューターの機械学習と一緒でなのでそういった本を読んで勉強したりとか、まあ、インターネットの情報で勉強したりとか、まあ、動画で勉強したりとかっていうのがまあ非常に増えてくると思いますですでにもう準備が整っている人たちもいますはいそれは確実ですねなので、まあ、そういった方々が量子コンピューターを勉強したいっていう人が もし万が一アマゾンやマイクロソフトが今年始まってしまったらそれはですね数がもう圧倒的に足らないですねもう何でかっていうともう2 3 0社ぐらいしか世界にないのにいきなり全世界の人が量子コンピューター勉強し始めたらはっきり言って人が足りませんで実はうちの会社でもインドであの最近人を採用したんですけどインドも国として1200億円ですねの予算をつけて急に量子コンピューター始めるって言ってたんで もう2019年から急に量子コンピューター流行り始めててでインド国内で勉強できないからじゃあ日本に住んでるから日本に来たいということで、まあ、うちの会社に就職してもらったんですけどもう今現在ですね中国とか、まあ、あのアジアインド でイタリアとかフランスとかも北米からもう全世界からなんかうちの会社に入りたいみたいな問い合わせがすごくてとにかく彼らの希望としては自国で手に入らないような新しい情報ですとか新しいテクニックで特に日本はその量子コンピューターに対して企業が非常に寛容なのでそういった実際のデータや実際のクライアントを前にしてその量子コンピューターを学んでみたいというその要望がめちゃくちゃ強くて。 そういった非常に恵まれた環境にいるので非常に世界的にも対しても非常にいい立場にいるというのが間違いないと思います。なので日本は非常に環境としては良くっていろんなツールが日本語で手に入りますしアメリカからもツールは手に入ると。 いうので、まあ、非常にいい環境にあると思うので、まあ、その中でその全世界から注目されていて日本でも仕事をしたいで全世界からも仕事が来るっていうので、まあ、それは非常にいい環境なので、まあ、勉強したいという人が今非常に増えてます。はい、でででなんでまあ、今年はですねとにかくあの もう今勉強し終わっっった人てていうのをい,っぱいいのぱ、まあ、そういった人たちは、まあ、すぐに量子コンピューターベンチャーやるほどじゃないんだけどじゃあ週末に勉強したい、まあ、週に3回勉強したい、まあ、週5で自分の会社でまあ思い切ってやりたいと、まあ、副業感覚でもう量子コンピューター,ー始める人っていうのはかなり増えるんじゃないかなと思いますでそういった時に、まあ、ど,のどこで人あの学びたい人を探すかであとはあの 教えてくれる人を探すかそれ非常に重要になってくるのであのそれはですね非常に大事なことなのでうちの会社でもそこはもう完全にサポートしてもうすぐ簡単にもういつでも量子コンピューターを始めた人はすぐ始めるでいつでも教えた人には、まあ、すぐ教えられるという環境を、まあ、すぐに、ね、作ってますのでそういったのをですね非常に誰もが分かりやすく勉強して誰もが気持ちよくあの教えられるような環境ですね。 あのそういうのをまあどん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 日本もあの整備してって量子コンピューターに備えるっていうのはまあ非常に大事なんじゃないかなと思います。はい、で実際インドでも最近その IBM のマシーンですねだけじゃなくてマイクロソフトとかも量子コンピューターのそのレクチャーを始めているというのでまあ全世界的に全く同じような状況になっていて。 今、日本はちょっと一歩進んでましたけどこれでアマゾンとかマイクロソフトがもう全世界に同じサービスを出してしまうと今まで日本が進んでた分っていうのは、まあ、結構あの遅れてしまうんですね。なのでその日本が今ちょっとあのアメリカ一番進んでるんですけどその次ぐらいにやっぱ日本がいる状況がその今年2020年になるともう全世界ですねインド人も10億人もいるんでその急激にい 疲れてきてしまうので、まあ、そういった時にそのまあなるべく競争力を持つというので、まあその特にですね。グローバル企業ですね。は、そのそういった量子コンピューターを勉強して備えておくっていうのはま、今年も最後のチャンスなので、それはまあ非常にちゃん早めに準備した方がいいのかなと思います。で、個人の人もまあそういったところで、その新しい技術に対してそのチャンスが巡ってきているので。 本業にする必要はないと思うんですけど、まあ、副業感覚でまずはまあきちっと基礎的なものを、まあ、副業でも十分な今あのレベルだと思うので、まあ、そういったのをちょっとやるのもちょっと新しい時代の働き方かなと思いますので、まあ、ちょっと給料もですね漁子コンピューターの場合ちょっと多分ちょっと普通よりは高いと思うのでそういったところを狙っていくのもちょっと何か新しい考え方ですねとしていいのかなと思います、はい、以上です。